こが、そうですか。一週間前のことです。この集落のすべてが焼かれたのは。ひどい。何も残ってない。草も木も、川さえ蒸発したのか。自然の断りから外れている。おお、どうしてこうなったんです?フェニックスだよ。災害クラスの異虫人だ。奴は森のある島に現れて何十年もそこに住み着く。そして飛び立つ頃には焼け野原。二度と住めない土地になるってわけだ。なるほど。確かに災害ですね。他に生態で分かってることは二つ。強くて、不死身。そんなのどうやって倒すんですか?今までは島ごと爆弾で吹き飛ばしてたらしい。今回はそれをなるべく避ける方向で行く。お待ちしていました。こちらへ。なんか影千代偉そうですね。自衛隊からも依頼があったんだ。不死身といえば影だから、ぜひ討伐のアドバイザーにって。クソ雑魚のくせに。ん?今、からもって言いました?最初の依頼人はここの島民たちだ。故郷を取り戻してほしいとな。影千代は二つ返事で引き受けた。南の島に行くって言うからついてきましたが、こんなに大事だったなんて。あー、早く終わらないかな。シディさんと浜辺で遊べないかな。あれ?シディさん!どうした、陽明?作戦会議中だぞ。シディと遊びたいなら後にしろ。子供扱いしないでくださいよ。なんか空が光ってるんですけど。ヒサメの見回りじゃないのか?私まだここにいるけど。ってことは、やべえ!シディさん無事か怪我は大丈夫ですけど一体何がフェニックスもう来やがったかでっかこれ鳥なんですか緊急事態だ総員迎撃態勢撃て効果なし銃弾は通用しません対異獣害獣用ミサイルが必要だ急いで持ってこいこっちを狙ってますなんだと退避だダメです間に合いまさせないはぁこれこれよさん今のうちに逃げてくださいあなたの相手は私だよさすがに強いでもね私は一人で戦ってるんじゃないんだヒサいいぞそこで急降下だオッケーシディ任せろおやけどしちゃいます陽明こっちだ早く乗れ何してるんですかそんなところで俺はあんな風に戦えねえからな今回は指示役だ影フェニックスが逃げ始めた了解追うぞ無敵な不死鳥なのに逃げるんですかいくら不死っつっても似てえもんはいてそれに再生する間もなく痛めつければ死ぬこともあるヒサとシディにはそうやって追い込んでもらってる怖っ間もなく射程内準備はできていますあざっす何ですかそれ捕鯨砲ハープーンカノンってやつだクジラの脳みそをぶち抜くほどの威力普通なら当てるのは無理だけどよ弱ってりゃ当たるよなうーわ悪い顔おらうわー撃つなら言ってくださいよよっしゃ当たった見たかゲームで鍛えた腕前ゲーム知識だけで落とされる方もかわいそうですねまだ生きてます不死鳥ってだけあるなでもよそんだけの図体だ再生には時間がかかるそうだろなんだこれはうわトゲ陽明危ないもうやだ自爆しやがった潔すぎません影これで終わりなのわかんねえ再生するかと思ったのにここまで粉々になったんだ生きてはないだろうさすがカレコレアですね見事な采配でしたま、こんなもんっすよ思いっきり調子乗ってる無事に終わったからよしとしようあれすいませんなんかすごい燃えてますけどあ何が燃えてるってうわー復活したバカなそいん退避だ逃げろなんだあいついったイサ大丈夫か平気かすり傷だからでもみんなを守るので精一杯だった俺もだやはり人の手に余りますね残念ですが最終手段を使います島を吹き飛ばすんすか島民の方々には残念ですが行くぞ俺たちの出番は終わりだ影千代あいつはどうやって復活したんださあな俺よりすごい不死なんだろそういえば復活するとき木が燃えてましたね薪みたいに待てなんだって薪みたいに木が燃えてた
不死にも再生の条件がある。俺は脳と心臓が残ってりゃいい。もしかしてあいつは。すいません、爆弾の件待ってもらえませんか。ですが。あいつの弱点が分かったんすよ、陽明のおかげで。私さあシディ、もう一回いいか。次は倒せるかもしれない。もちろんだ、任せて。数時間後。なるほど、地面に穴を掘るのか。それなら周りは燃えないな。薪になる木は大事。そうだろ、不死鳥フェニックス。そうだ、こっちに来い。いいぞシディ、そのまま逃げてくれ。隊長さん、今だ。撃て。命中、対異虫害獣用ミサイル効果あり。撃ち続けろ。おうおう、ボロボロだな。直前で爆発する対異虫害獣用ミサイル、相手の体が燃えてようが関係ねえ。爆発の衝撃波が体内をぐちゃぐちゃにする。再生したいだろうが薪はねえよ。ここはお前が焼き尽くした集落だ。まんまと誘い込まれたんだよ。上見てみろよ。あれな、ヒサが海水を凍らせて作った重さ数十トンの氷の塊だ。今からお前に落とす。容赦も躊躇もねえからな。なんたってボタンを握ってるのは。こういうの大好きです。圧倒的優位の中、生殺与奪の剣を握るのは。ヨメちゃん楽しそうだね。ヨメ、やれ。えい。もっと逃げんなよ。俺は二人に比べりゃ弱えけどよ、足止めくらいはできるぜ。卑怯とかなんとか言ってそうだな。ざけんな。お前はたくさんの人たちの故郷を燃やした。これは故郷を燃やされた人たちの怒りだ。大丈夫か影千代。ああ、問題ねえよ。フェニックスはこの通り粉々。飛び散った火も薪がねえからどんどん弱まってる。そのうち消えんだろ。無茶をするな。あいつが万全なら脳と心臓を一度に焼かれていたかもな。影千代らしくないな。あ？今回ずっと怒っていただろう、島民の依頼を受けてから。怒ってねえし。仇討ちというやつか。そんなんじゃねえよ。影シリーさん。たくあいつら、なんかどっと疲れたな。帰って飯にしようか。いつも通り好きなものを作るぞ。やった、お腹ペコペコだよ。あんな戦った後によくそんだけ食欲湧くな。ヒサメの食欲は無敵だな。目的は何だ。邪魔者を確実に排除してヒサメを助ける。鈴木のあの力についてだ。敗因を教えてやる。お前が女一人選べないクズだからだよ。